ははいこんにちは那須ヒロガーデンの高木です、えー、と今日はね前回から引き続き前回植え付けしたバラの新苗の育て方管理の方法についてお話ししていきたいと思います。 はい、というわけでまずまあ新なんですが水やりねするとこまでねお話ね前回しましたねでねまずねじゃあ次はっていうと日当たり水やり肥料の話ねをしていきたいなと思いますまずね、えー、と日当たりはいいところに置いてあげるようにしてください、えー、できるだけ午前中に日の光が当たってあの、まあ、これから暑くなる時期なので西日はあんまりいらないです西日があるとねその鉢までずっとあったまってしまって 夜もずっと鉢が暑い状態だとバラが休まりませんので西日はあんまり当たらなくていいから午前中に日の光がたっぷり当たるようなところに置いてあげるといいかなと思います。であとまあ置き場の話で言うと,、えー、と1年目すごく大事なこう病気にさせたくない時期なんですね。で、まあ、薬剤散歩をして防除するっていうのももちろん一定なんですけども一、まあ、つ一番まあ怖いその黒星病対策としてはまだ小さい鉢なので。 あの日の当たる軒下に置いといてもらって雨に当たる回数をできるだけ減らしてもらうと黒星病の対策になりますので、えー、軒下で日の当たるところに置いてもらうっていうのも一つ手かなと思います、えー、置き場所はねあ日の当たるところでね置いてもらってであと水やりですね水やりはあの、まあ、いつものセオリー通りなんですけど乾いたらたっぷりとです、えー、と毎日毎日も乾いくてかいくて水やりしすぎると根腐れしてしまいますし あと逆にまだ小さな芯苗なので、えっと、乾かしすぎると、えっと、回復できないほどのダメージを負ってしまうことがありますので、えー、ここはもう本当にそのバランスを見るのが大事なんですが毎日観察しっかりしてもらって表面がね乾いてきたらたっぷりと水あげるようにしてあげるとお水やりはその緩急をつけるっていう言い方をするんですけども、えー、たっぷりあげて乾いてたっぷりあげて乾いてっていうふうに鉢の中でね えーえー、その水分にこう緩急があると、乾き始めた時に根っこがしっかり伸びますので、という風にね、意識してやってもらって、まあ、上げすぎてもダメだし、上げなさすぎてもダメだし。そこはちょっと難しいところではあるんですが、えー、ちょっとよくね、まあ、観察しながら水やりしてもらえるといいかなと思います。それから最後、肥料ですね。で、えっ、ー、と、前回ですね。えっ、ー、と、植え付けの時に、バラの培養土、えー、ハイポネックスのバラの培養土、こちらは元肥あるので。 えーと植え付け時の元日ていうのは入れなかったんですけどもとバラねバラ最初の植え付けってそんなに肥料系が多いと逆にこう根っこが伸びてこないので肥料系がそんなに必要じゃないんですけど、まあ、2週間ぐらい経ったらですね、えー、そこからまあ1か月以内ぐらいの間にはですねバラの巻くだけ肥料こちら使ってもらえるといいかなと思います、ね、2週間、えー、ぐらい経ったら大体六寸鉢に 8g から 12g なので。 これぐらいですねこれぐらいの量をですねパラパラパラっと入れてもらえるといいかなと思いますはいこんな感じでねえー、と6,000鉢に対して 8g から 12g ぐらいの追肥をしてますというわけでえー、とこのま追肥をね、えー、と植え付けから2週間以上経ってからねまあでこれ立ちすぎてこう1ヶ月以上経っちゃうと今度肥料切れも起こしてきますんで えと2週間から1か月ぐらいの間で最初の追肥をしてあげるといいかなと思いますで。あとね、ヒロガーデンではね、実はね、このね、バラのストレスブロックっていうのをね、あのうちの商品全部使ってるんですよ。これだいたい4月ぐらいた月ららか えーっと使い始めるんですけどもどういうこれあの園芸資材かっていうとですねこうバイオスティミュラント資材っていう名前なんですけどもこれ何してくれるかっていうとまあいわゆるストレスブロックっていう言葉のとうりでえーっとこうまあ日本の,ねその夏のね高温だったり多湿だったりとかあと日照不足だったりとか。 あとその乾燥ですねちょっと乾かしすぎてしまったりとかですね、えー、そういうちょっと環境のストレスからもうブロックしてくれるよっていう資材ですで夏にじゃあ突然巻き始めたところで、えー、とその効果がすぐ得られるかっていうと、まあ、きっと得られるんでしょうけど、えー、と今から準備してね4月ぐらいからねしっかりこうストレスブロック使って丈夫な株を作ってもらえるとおなおのことその夏の暑さ、まあ、特に本当夏の高温多湿かな 夏の高温多湿、あとまあ近いところでいくとそのまあ水切れとか日照不足とかそういうのですねそういうのから丈夫な株を作ってくれるよっていう資材で、えー、ヒロガーデンではねこれをねすべての商品で使っておりまして、えー、大体とですねまあ使い方としては1週間に1回の水やりに1,000倍でえとまあ水やりに混ぜて巻いてもらえるといいかなと思います。 はいじゃあ実際ね巻いてみましょうね今だいたい上路水5リットルぐらい入ってますんで1,000倍なのでだいたい5ミリですね5ミリっていうとこのキャップの一番下の線見えるかなこの辺に線があるんでねここが5ミリの線になりますんでだいたいこうちょっと入れてこれをもう混ぜますこれで、えー、と1,000倍に希釈してよく混ぜてでそしたら えー、たっぷりねねげてほしいです、ね、植え付けの時に力出すやってますんで力出すの1週間から2週間後ぐらいから毎週やってもらえるといいかなと思います水やりする時はたっぷりと、はい、あはす口があると水がなかなかうまく入らないんで今取っちゃいました こんな感じねたっぷりやるときはもうたっぷりあげてくださいはい、はい、こんなふうにねやってもらえるといいかなと思います はい、じゃあね。えっとね。水やりとかね。あとそのストレスブロック使うよって話はね。どっちかっていうとう根に向けての作業なんですよね。根っこが健康に育つためにはこう。水やりに緩急をつける。乾き始めたらたっぷりとやるで、その中にストレスブロックを使ってもらうと。 まあ、より元気になるかなっていう意味では、根っこに対する作用はねそれでいいと思います。あとは、何かっていうともう一つ信頼を育てるのに大事なのは、葉っぱを守ってあげるってことですね。葉っぱが病気にならないように、ぜひ注意をしてほしいなっていう意味では、えー、病気になる前から、まあ、特にね、えっ、ー、と黒星病、それからうどんこ病になる前から、フローラガードなどを使ってね、 えと予防してもらえばいいかなと思います、えー、ねぜひねあの病気になってからだとなかなか治療が難しいところありますんで普段の予防から、えー、と使っていってもらえるといいかなと思います、えー、と黒星病を防ぐっていう意味ではまあ、さっき置き場所でね。 えと雨当たらないところに置いてあげた方が黒干しび出にくいよって話しましたが雨き、ま、下に置くプラスフローラガードを使ってもらえると、えー、葉っぱも健康的で水やり、ね、気をつけてもらってストレスブロック使ってもらうと根っこも健康的になるかなと思いますのでそうやって信頼育てていってもらえたらなと思いますいいですすか、はい、いきます、えー、とフローラガードね、えー、とこうやってたっぷりとね、えー、葉っぱがしたたるぐらいしっかりやってもらって。 逆さででもねいけますんで下から上に向けてやるぐらいがこう下の葉っぱも濡れて上も濡れてちょうどいいかなと思います殺菌剤としてはフローラガード使ってもらって黒星病とかうどんこ病とか予防してもらってあとはね虫対策としてはねハイポネックスさんこの虫を予防するマグアンプ D とか、えー、殺虫剤ハイポネックス原液の殺虫剤入りみたいな、えー、殺虫剤入りの肥料だったり、えー、ハイポネックスだったりっていうのを ありますんでこういうのもねうまく利用して油虫対策もしていってもらえたらなと思いますはいじゃあ今日は新苗のね、えー、と植え付け後の育て方についてお話しさせていただきました、えー、とまあ植え付けたらね今日のまとめとしてはね、えー、とできるだけ日当たりのいいところで,で軒下だと黒星病対策になりますよってお話ししました水やりは乾いた時にはたっぷりとでも乾かしすぎてもダメだし水やりすぎてもダメなので注意が必要なところです肥料はね、えー、と最初ね、えー、ともう今回の場合はね えー元肥はまあバラの培養土の元肥成分だけでスタートしてますんで大体2週間ぐらい経ったらえバラの巻くだけ肥料使ってもらったりまあヒロガーデンではねこうストレスブロックっていうのを使ってですねえこの後とのね高温多湿な夏に向けてえ強いバラを作ろうということでこういういのを使ってたりもしますえあとはねえと普段のねまあしっかりまあ信頼を成功させるポイントとしては葉っぱを落とさない。 落とさないためにはまあ、虫だったり病気だったり乾燥だったりねいろんな要因で葉っぱが傷んでしまって落ちてしまいますのでそういうのからなるべく守ってあげるようにしてあげると信頼すくすく育っていきますのでぜひ皆さんもやってみてください本日もご視聴ありがとうございました